はい、松田洋子グーンです。今回はキャタピーの国際孵化で、126匹目で出ました。で、まあこれを脈交換してもいいんですけど、キャタピーもらって喜ぶ人いないと思うんで、今度はもうちょっとレアなやつを孵化させてミラクル効果に出そうと思います。で、次はまあ虫タイプ好きなんで虫タイプでもいいんですけど、珍しいものにするんだったら、まあヤリウタンにしようかな。ヤリウタンの色違い孵化を、これでヤリウタンの色違いを作ろうと思います。では逃がしていきましょう。逃がします。さよなら、バイバイキャタピー。バタフリー逃がしたらバイバイバタフリーになるんですね。バイバイバタフリー。色違いのヤリウタンは時間があったら作って、時間があったらミラクル交換しようかな。ウルトラサンムーンが出たらかそっちゃうと思うんで、それまでにできればいいかなと思います。で、ウルトラサンムーン発売して、それまでできなかったらウルトラサンムーンでミラクル交換しようかなと。ウルトラサンムーンのボックスに移動させて、ポケモンバンク使って移動させればできるよね。で、最後はせっかくなんでバイバイバタフリーしようかなと思います。ちょっと持ってるのがダークルギアのやつとヒットのやつしか持ってなかったんで、今作りました。逃がします。バイバイバタフリーと。アニメは3話で出会って、キャタピーで出会って、21話でバタフリーと別れると。早いですね。でもバタフリーの色違いってピンクじゃないですよね。なんかちょっと違う青色っていうか、確か足はピンクだった気がしますね。ヤリウタンを預けます。はい、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。